はい、あゆむです。よろしくお願いいたします。それでは今回は斎藤八段対藤井三冠の2021年9月17日に行われました棋王戦決勝トーナメントのハイライトやらせていただきたいと思います。先手が斎藤八段、後手が藤井三冠で角換わりの進行となりました。ちょっと序盤6四歩早く見えるんですが、すでに定石化された指し回しですね。ギリギリまで飛車の横利きを通しておきたいと、そういう狙いになります。で4二玉、4六歩、7四歩と駒組みが続いていきました。そして6六歩と突いた手に対して藤井三冠が6五歩と研究の仕掛けで対抗していきました。これ本当にびっくりの一着ですね。初めて見たとしたらとても対応できないような手なんですが、斎藤八段も研究十分で同歩と応じていきました。そして7三桂とワンテンポ早く仕掛けていきます。この仕掛け非常に有力なんですが、最近ではあまり見かけなくなりました。やはりこの将棋の斎藤八段の指し回しが完璧だったということで、あまり見なくなったということでしょうか。アマチュア機械でやったらかなりいけそうな気がするんですけど、トップレベルだとちょっと微妙ということかもしれませんね。ということで実戦は5八金と上がりまして、6五桂馬といきなり襲いかかっていきました。で、ここで6六銀と8八銀2つに分かれまして、どちらも有力でございます。実戦は6六銀と桂先の銀定石なりで受けていくんですが、仮に8八銀と引いて6六歩で桂馬の高飛び歩の餌食を狙っていく指し方だと、4四角と打つのが一例ですね。これで6六歩には同角を用意して、8六歩の攻めを見せて一局という形になります。以下一例として、4七銀、5四銀、5六銀と上がって、6二飛車と回るか、8六歩と突くかと、そういう戦いになります。これも一局ですね。ちなみに、ここで4五歩と角を追いに行くと、8八角成、同金、8六歩、同歩、同飛車とさばいて、8七歩なら7六飛車とさばいて、次、7九銀や、6六飛車の王手が厳しく、後手が有利となります。例えば、7七歩なら、1回6六飛車と回る手が厳しいですね。で仮に、6七金なら、4六飛車と回って、次の6六歩と4八飛車成が受かりません。また、6七角は3六飛車と取って、次の6六歩が非常に厳しく残って、後手が有利になるということですね。おそらく藤井三冠としては、この辺りまで、もしかしたら研究していたかもしれません。で、実戦は6六銀と手堅く受けまして、桂取りなので後手も6四歩と受けました。で、そこで今度は逆に先手が4五桂と跳ね出していきます。ここで後手も2二銀と4四銀どっちもあるんですが、2二銀は若干先手に評価値が触れるという形になります。例えば仮に2二銀なら2四歩、同歩、同飛車とさばきまして、2三歩なら3四飛車と横歩を取って、次に3二飛車成、同玉、5三桂成といった攻めを見せて、後手はちょっと歩切れなので受けが難しいというわけですね。ということで、若干ですが2二銀は危ないということで、後手も4四銀と桂先の銀定石成で受けていきました。で、2四歩、同歩、同飛車と飛車先を交換しまして、2三歩に2九飛車と引いていきます。このあたりは、ほとんど形勢的には互角という戦いになっておりました。以下、8六歩、同歩、同飛車と後手も飛車先を交換しまして、8七歩に8三飛車と工夫の引き場所で行きました。8一まで引いちゃうと、将来、桂を取って7三桂があるかもしれませんし、8二だと7三角と打つ筋がどこかであるかもしれないということで、隙のない逃げ場所ですね。ただ、ここで斎藤八段、2二歩と軽妙な歩を打っていきます。以下、同金に3五歩と筋、手筋と攻めていきました。これも厳しいですね。仮にこれ同歩だと、空いたスペースに6五銀から3四桂という筋があって、これはちょっと後手がまずくなります。また同銀と取るのは5三桂成、同玉、3一角と王手金取りに打たれて後手がまずいということですね。ということで、藤井三冠は手抜きで8八歩と攻めていきました。このあたりちょっと本当にごくわずかですが、斎藤八段の方に100点ほど増える格好となりました。おそらくこのあたりまでかなり細かく斎藤八段研究されていたのかなと推測します。ちなみにここ5四銀と上がる手を、AI が推奨しておりました。が3四歩に4五銀直から4六桂馬と反撃する一手ですね。これも先手が150点ほどリードの展開ではあるんですが、先手はこの3三の拠点から打ち込む手、後手はできるだけ囲いを薄くして勝負形につなぐと、そういった展開になっております。ということで実戦は8八歩に7七桂が絶好の一着となりました。桂を取り切れば2六桂と打って3四桂を狙うと、そういった手段も生じていきます。で実戦は藤井三冠が8九歩成と、ちょっとこの飛車をどかせようと歩を成り捨てていくんですが、同飛車が冷静な応対で、ここではっきり斎藤八段がリードを奪うという形になりました。で実戦は7七桂成に同銀と冷静に取りまして、やはり2六桂から3四桂のような筋が厳しいですね。でそこから7五歩と突きまして、次へほっとけば7六歩同銀6六桂と、そういうふんどしを見せていくんですが、斎藤八段は構わず3四歩と取りました。これがまた素晴らしい一着ですね。ふんどしより次の、4の拠点を生かした攻めが厳しいと、そういう判断になっております。3四歩に対して仮に7六歩と取り込もうとすると、7五桂と、どこかで飛車と銀の両取りをかけるという手がありますので、なかなか簡単には取りづらいというところですね。ということで、藤井三冠は一旦4五銀と桂馬を取る工夫をしてから、同歩に7六歩と取り込んで攻めていきました。ちょっと後からでは4五銀が間に合わない可能性があるので、先に取っておこうということですね。以下、同銀に6六桂と打っていきます。これで次、7八か5八の桂馬を取って、もう一回6六桂ないし、仮に5八桂成なら、もう一回4六桂で王手銀取りをかけると。という手段が生じました。で実戦はここから5五角と斎藤八段が6六桂そして4六桂の筋どちらも消しつつ金取りに当てるという絶好の一着を放っていきます。このあたりさすがですね。一石二鳥もしくは一石三鳥ぐらいの好手が生まれました。ちょっと今早口になってしまったんで、仮にここから先手が例えばありえないんですけど、こうやって手を渡していると、5八桂成同玉に、6六桂ないし4六桂という筋があったんですが、この5五角と打つことによって4六桂そして6六桂の筋どちらも消しているというわけですね。さらに、この2二の金取りになっております。ということで実戦はここから7八桂成同玉に、7五歩と藤井三冠が金取りを無視して打っていきました。これも大迫力の一着なんですが、そして私の使わせていただいている水晶6によりますと、ここで2二角成という恐ろしい手がどうも最善だったようです。仮に7六歩なら7五桂と打ちまして、7三飛車なら8四銀と打って、飛車を無理やりどかせて6三桂成と挟撃の形を作り、先手玉7六の歩の拠点と7四飛車が効いていて非常に危ない格好ではあるんですが、紙一重しのいで先手が勝ちになると、そういう非常に恐ろしい筋を AI は示しておりました。ただ、実戦はちょっと6七銀と斎藤八段が手堅く引いていきました。これも有力な一着ですね。で、藤井三冠が3三歩と手を戻し、少し差が縮まる格好となりました。以下、2五桂と斎藤八段が畳みかけていきます。少し差が縮まったとはいえ、まだまだ、先手が400点ほどですね。パーセンテージでいうと 60% 以上リードの局面という風になっております。後手はちょっと歩切れも痛いですし、金と角と桂だけではちょっと先手陣を一気に攻略することが難しいと。後手陣は壁金の上に各桂の攻めが急所に刺さっているというのが形勢の分かれ目となっているようですね。実戦は6五金と藤井三冠がプレッシャーをかけていきました。この辺りのプレッシャーのかけ方もさすがなんですが、ここで斎藤八段6二歩と小気味良い利かしを入れていきました。これもちょっと取るか逃げるか迷うところですね。同金と取るとちょっと壁の形になってしまうのが嫌だというふうに見た藤井三冠は7一金と冷静にかわしました。ただそこでもう一発7二歩という小技が入ります。同銀と取ると将来どこかで7四金と打つような筋が生じるというところですね。同金は6一歩成となって、どこかで6一歩成となって挟撃するような形があるので、どちらにしてもちょっと嫌な利かしであるということですね。実戦は藤井三冠が長考の末に同銀と取りました。そこから3三歩成、同桂成、同金と進行していきます。で、ここから3一銀が見事な一着でした。これ取ると3三角成で受けがなくなってしまいますので、3二玉か5二玉かという形になります。3二玉と寄ることができれば、それに越したことはないんですが、シンプルに2五桂と打つ手もありますし、3三角成でほとんど寄り筋に入ってしまいますね。仮に同玉なら3四歩と打ちまして、王様引けば4二金から3三歩成という感じで寄り筋に入ってしまいます。先手玉はまだ詰まないですね。また同玉と取るのも4六桂と打ちまして、4五玉なら3七桂という感じで、これもたちまち先手玉がなんと寄り筋に入ってしまいます。仮に4六玉なら4五金から3六玉、4七金、2六玉で2七歩は打ち歩攻めなんですが、よく見ると飛車がここにいますので、2九飛車と回って詰んじゃうという状況ですね。また、4四玉と引くのも4五歩と打ちまして、3三玉なら2五桂と跳ねる鮮やかな一着があります。3二玉なら3三歩から、これでどこにかわしても頭金まで詰みですね。また、2四玉と上がるのも3四金と打ちまして、2五玉に2六歩と打って、以下、仮に同玉なら、2九飛車、3六玉、4七金、4五玉、2五飛車と、こういう感じの寄り筋があります。他にもいろいろ寄り筋がたくさんあるんで、何でも大丈夫そうですね。仮に3六玉なら4七金と上がりまして、4五玉なら5六銀と上がって、取るしかないんですが、取って、逃げて、3七金と。こういう寄り筋もあります。ということで、いろいろあるんですが、いずれにしてもちょっと後手玉がいっぺんに寄り筋に入ってしまうということで、ちょっと3二玉は寄れなかったということですね。なので、藤井三冠は5二玉とかわしました。そこで3三角成で、次7四金の縛りがきついという状況になります。実戦はただもう受けても仕方ないということで、5五桂馬と藤井三冠が打っていきました。そこから斎藤八段、7七桂とアジナ桂で応戦していくんですが、このあたり少し疑問だったようで、以下6七桂成、同金、5五桂が急所にヒットして、また少し形勢が縮まっていくという形になっていったようです。で、実戦はそこから6八金と一旦来ました。で、ここから藤井三冠が8八歩と打ったのが一見軽妙な利かしに見えて、実は疑問手。同飛車と手堅く取られまして、これで次7四金が非常に厳しく、また、先手玉に思わしい詰めろがかからないため、はっきりした形勢になっていきました。ちなみにここ8八歩では6七銀と打つのが最後の勝負手だったようで、後手が若干苦しいながら、お互いもう残り時間もほとんどないということで、一例として7六角、7八玉、6七金と抑え込んで7九玉に7四銀や7四金を防いで6三玉とかわして、厳密には先手が正確に指せば、先手の勝ち筋には入るんですが、後手も、例えば仮に6五桂とかだったら同角と取って、銀に当たりますし、銀が入れば7八銀から先手玉詰みますし、ギリギリの勝負だったようですね。ということで、6三玉と早逃げしていたら、厳密に言うと7四歩という絶妙手があって、やはりちょっと後手が厳しそうな戦いではあるんですが、取れば8六桂とか攻防の手が効きますし、また角が入れば4一角と打てるということで、ちょっとこの後手の動きがかなり制限されているということですね。ということで、7四歩が軽妙手で、後手が苦しいことに変わりはないんですが、果たして、こういう妙手が残り時間の少ない実戦の中で打てたかどうかっていうのは謎に包まれておりました。ということで、実戦は、6七銀と打たず、シンプルに8八と打ったんですが、同飛車が思いのほかこの飛車が2段目に効く形っていうのが後々大きく響いてきました。ちょっと本譜追っていけばわかるので、このまま続けていきたいと思います。以下、6六角と打って、次の6七桂成から3三角という馬の巣抜きを見せるんですが、そこで6九玉と引いた形が、この8八飛車の形を最大限に活かした格好になりました。これで、いくらこう縦から攻めても8八に飛車が利いているので、詰めろが先手玉にかからないということですね。ほっとけば7四金の縛りもありますし、これで、この飛車が横によーく効いたことで先手がはっきり勝ち筋に入りました。8八歩同飛車っていう鋭い利かしに見えたんですが、致命的な悪手になってしまったということですね。実戦はそこから7四金を下げて6三玉と上がるんですが、そこで5八桂が素晴らしい好手でした。さすが名人挑戦者という味わい深い一着ですね。次6六桂から5五馬とボロボロ駒を外す手があります。そうはさせまいと藤井三冠6七桂成と成り込んでいくんですが、この辺りはもうすでに先手の評価値2000点超え、パーセンテージで言うと 90% 超えということで、いかんともしがたい形勢になりました。これ取ってくれたら3三の馬抜けるんですが、やはり構わず6六桂と跳ねられて万事休すですね。これ7四金や7四角などの寄せがありますので、同金と取るしかなかったんですが、そこで4一角が痛烈な一着となりました。仮にこれ5二銀なら、6六馬同成桂に5五桂馬と打って、一気に攻めが決まります。7三玉なら5二角成なんで6二玉なんですが、5二角成同玉7四銀と打てば、8三飛車の飛車取りと4二金6二玉5二金打ちの詰めろ飛車取りで勝負ありということですね。ということで、これが激痛の一撃となりまして、藤井三冠仕方なく7三玉とかわすんですが、6六馬と、取った手が決め手となりました。同成桂と取るしかないんですが、これで8八の飛車が非常によく効いていて、先手玉は有効な王手すらかからない状況になっております。以下、7四金、7二玉、7三歩と、後手陣を解体作業に入りました。以下、同銀に同金、同飛車、7四歩と、おかわりの歩を打ったところで、もう受けがなくどうしようもないと見た藤井三冠、無念の投了となりました。斎藤八段、AI の一率でいうともう 85% ですね。85% から 90% の間ぐらいということで、ほとんどノーミスの完璧な内容で勝利となりました。以下、同飛車は同角成でダメですので、飛車をどこかかわすしかないんですが、例えば9三飛車とかだと、8五桂打ちがちょっと、7三歩成などと9三の飛車取りを見せて厳しすぎますね。なのでもし引くとしたら7二飛車とかになってくるんですが、7三銀と、大手下取りに打ち込みまして、8一玉なら8三金のように、手堅く縛っておいて、後手玉はほとんど受けなし、先手玉は飛車の横利きが強く、詰めろすら満足にかからない状況ということで、やはり、この必勝ということですね。例えばここから最後7六桂とか打ったところで詰めろになってないんで、6三角成などとやっておけば、勝ちですし、次7二銀不成からの詰めろがちょっと受からない感じですね。それでも勝ちですし、あと、もともとこの8三金自体が実は詰めろになっているので、7二銀不成から、詰ませば勝ちという状況ですね。仮に同金なら7三桂と打つ手もありますし、シンプルに同金、同玉、7三金が分かりやすいでしょうか。8一玉に8二飛車とべったり打って、7一玉に7二金までの詰みですね。ということで、実はこの8三金が詰めろになっているんですが、ちょっと適当な受けもありませんし、仮にもし受けられたとしても、6三角成が、あるいは8四桂があまりにも厳しい追撃になるので、もう差しようがないということで、藤井三冠投了になったわけですね。ということで、一局を通して斎藤八段のほぼ完璧な素晴らしい指し回しが光った一局でした。序盤から、どっちかというと斎藤八段の方が研究勝ちしているような印象がありまして、そこからのリードの広げ方も本当に完璧でした。で藤井三冠としてはちょっと力が出せず、完封されてしまった将棋と言えるでしょうか。ということで、さすが名人挑戦者、8勝1敗で A 級順位戦優勝して、渡辺名人に挑戦しただけはあるなという、本当に見事な内容だったと思います。ここから名人戦がどうやって動いていくか、注目ですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。ご評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。